はい、こんにちは、うららくんのパパですということで、今日のお昼はうららくん、そしてね、見てください、これもなんやねんとかなり部屋散らかっております。なんでかと言いますと、今ね少し雨は止んでるんですが、朝からね、もうすごい大雨とね強風で、またね、この後もまた雨が降るという天気予報なんですが、子供用のプールね、一旦、畳みました。でやっぱりね風とね、雨ということでプール置いてあるとね飛んでいったら危ないんで、片付けてここに置いてあるんですが、かなりね邪魔でございます。もう置くとこがなくて、まあ、ここに置いてますが、うららくんな、うららくんこっち見てよ、こっち向いてよ、うららくん、よしよしよし、よしよしよし、今日もねいつもね、パパが座ってる椅子から撮影してやって、ちなみに今日はねソファーね、見てください、ソファーはあちょっと気がついてるな、朝ね掃除機したんですが、またねあれからうららくん座って、やっぱりねすぐ気がついている。そしてパパのズボン見てください。まあ、うららくんがね体をスリッとしただけでね毛だらけ、やっぱね黒色目立ちます。まあ、これね猫ちゃんいるお家、あるある。うららくんもね足フェチか、足リスリスリ、よっしゃ、うららの顔見せて、にゃおっと、かわいいうららくんでございますが、今日の夕方の6時はね、またボスくんのサマーカット、ボスくんのね、頑張って毎日ね昨日から少しずつカットして、目指せライオンカットということで頑張ってねパパ、カットしていますので楽しみにしていてください。で、まあね今日もね、6時ね、カット動画なんですが、今日も終わりません。多分ね、昨日も言っていましたが1週間ぐらいはね多分ほんまねかかるかなと思います。やっぱね毛が多い、毛が多いとねカットも大変ですが、やっぱね、トリマーさんにねやってもらう方が絶対ね確実綺麗でね仕上がりも良くて早いですが、自分でやるっていうのもね、なんかこう自分の腕が上がるというか練習になって、なんかこうボス君とねボス君の、コミュニケーションが取れてね、なんかそれはそれでね結構ね個人的には楽しんでいますね。うららくんもサマーカットする、この短い毛、うららくんねこうやってねいきますよ、毛ね今何もないです、こうやって軽くね軽くちょんと引っ張ると見えるかな、見にくいかな、毛がねいっぱい抜けております。この毛またうららくんに戻してきます。よっしゃ、今日ねお昼は短めの動画なんですが、またよかったらね、夕方遊びに来ていただけたら嬉しいです。コミュニティ投稿インスタもやっていますので、よかったらね、渡辺ボスで検索していただけると嬉しいです。じゃあね、今日は天気悪いですが、元気出して一日、えいえいおー。